はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にもうあります、はい、こちらファイナルファンタジー7リメイクからセフィロス、こちらのねアドラブルアーツっていうやつですね。今回はこちらをご紹介していきたいと思います。実はねこちらね、もうすでにクラウドとエアリスが出てるんですよね。で私買いそびれちゃったんですよね、2体で。クラウドがねプレネっちゃって買えずにいたんですけれども、最近ね再販されることになって、でなんとか注文できたんですけれども、第1弾として私のね第1弾としてこちらのセフィロスを今回は開封してご紹介していきたいと思います。では早速ね箱を回転させて見ていただきたいと思います。はい、という感じでね箱を見ていただきましたので、次にブリスターの状態ですね。はい、はい、ということでねブリスターも回転させてみてもらいましたが、はい、こちら二重底ですね。はい、二重底になってますね、はい、では早速こちらをね実際に開封して見ていきましょう。最初に台座、はい、まあ至ってシンプルな黒色台座ですね、はい、で続いて、右腕ですね。右腕が2種類ありますね、はい、こちら、はい、漆黒の翼ですね。はい、これ自体の造形はね、ほんとすごいですね。凝ってますね。細部までちゃんと彫り込まれて造形されてます。はい。続いて、はい、武器ですね。はい。まあ、サムネ。うん。よくできてますね。こちらもね。はい。こちらが補助パーツですね。うん、とあとこれが何かわからないんですけれども、白いなんかのパーツですね、うん、何に使うんだろう。その前にねとりあえずこのトリセツがありましたので、まあこれの通りにね組んでいきたいと思いますね。まあ補助パーツはやっぱ翼を固定させるための補助パーツですね。でさっきの白いやつはこれかな、うん、ここに取り付けるアタッチメントですかね、うん、はい。で肝心のフィギュア本体こちら、はい、エアセフィロスかっこいいな、かっこいい。まあ衣装はね、うん、艶消しですね、はい、光沢がない感じで、うん、高級感あります。で首の可動は、うん、ほぼないかな、うん、で腕はねこういう風に動かすことができますね。では早速ねパーツと取り付けていきたいと思います。はい、とりあえずね通常のポーズですね、はい、こちら、いややっぱかっこいいね。刀持たすとやっぱすげえかっこいい。ではとりあえずこちらの段階でね回転させてみたいと思います。で続いて翼をつけようと思ったんですが、こちらにねこのパーツがついてました、はい、こういう感じでね、はい、でこれを外してさっきの白いやつですね、はい、こちらここに穴が開いてます、はい、これをつけるとでこういうふうに取り付けることができました、はい、
てこちらのもう一つの腕パーツを取り付けると、はい、こんな感じですね。で、一応説明書を見たらね、頭部が普通に外れますね。ボールジョイントになってるんで普通に外れます。まあそれなりにこう角度がつけられるのかね、うん、ボールジョイントだから。で、一応補助パーツなんですけれども、まあ翼のここら辺かな、ここら辺にかます感じかな、もうちょい下か、ここか、はい、ここら辺ですね。まあといってもね、ヘタレを防止するための補助パーツなんで、うん、でも普通に飾る分にはね、そこまでヘタれないと思うんですよね。なのでこれはね、使用せずにいたいと思います。ちなみにね、こちら手首もね動かせますね、うん、今気づいたけど、うん、こちら手首も、うん、好きな位置にできます。はい、といった感じでね、こんな感じでポーズが決まりますね。いや、やっぱね、翼つけた方がかっこいいね。情報量が増すんで、うん、これが一番かっこいい。私はこの状態で飾りたいと思います。ではね、こちらも回転させてそのままお別れしたいと思います。今回はね、初ですね、私にしてはね、アドラブルアーツっていうね、うん、シリーズ、こちらのファイナルファンタジー7からセフィロスをご紹介させていただきました。他にもね、一応ティファーは予約しているんですよね、うん、で、クラウドも予約をしましたので、エアリスがね、再販されるかどうか、まあ多分再販されるとは思うんですけれどもね、そちらも手に入り次第続々とね、ご紹介していきたいと思いますので、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。